プロゴフは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。プロゴフのマイナスフォルティシモは、古い二重音字で、ブルトン語の名称であるプラウガンのを置き換えたもので、先行母音の美音化を意味している。プロゴフとは、エポニムである。ブルトン語で、小さな教区を意味する、プラウと聖人の名の組み合わせである。ラミサキは、コミューンの生誕にあたり、ラドサンに向かって伸びている。 その途中には古い灯台が建っている。腕木通信も岬にある。町には小型船のみ、アクセス可能な小さな港が3つある。1970年代後半、フランス政府はプロゴフに原子力発電所の建設を計画した。この計画には圧倒的多数のプロゴフ住民、その他、ブルターニュのみならず、フランス全土の反原発支持者たちが反対した。 対立はしばしば暴力的になり、1980年に頂点に達した。プロゴフ事件の名で知られる反対運動は、1980年に起きた大事件で、1970年代のフランスの原子力政策に対する重要な事件となった。1981年にフランス・ワミッテランが政権を取ると、彼はプロゴフを環境保護の象徴とし、 プロゴフ原子力発電所計画を撤回した。原発建設計画への反対派の努力は、数冊の本や2本の映画の原案となった。ラミサキに1970年代に建てられたショッピングセンターは壊された。見返りとして、新しいレセプションエリアが作られたが撤退し、現在共同組合が管理している。沿岸漁業、農業、伝統的なビスケット製造。 観光が主体である。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。